琉球古武道は、車の両輪のごとく伝えられてきました。片方が空手、片方が琉球古武道ということで、昔の人はね、両方を習ってこそ武術家だと、ね、そういうふうに言われております。今は、ね、空手は空手、古武道は古武道ということで分離されておりますけれども、ちゃんと両方習ってこそね、琉球古武道、また、ね、沖縄で伝わってきた、武道の、ね、真髄に迫れるんではないかと、ね、そう思います。琉球古武道は、ね、片名にしても地名であったり、また人名であったりと、ね、そういうようにしてね、型は伝えられております。私たちがやっている琉球古武道は、先人たちが血と汗で、ね、作り上げた古武道です。変えることなく伝えられた技、心をですね、後世に伝えるということをね、一番の目的としております。はい、はい。